10個の固ゆで卵を用意します。豚肉をカットします。豚肉をみじん切りにします。小さすぎないようにしてください。みじん切りにします。鍋で油を熱しておきます。エシャロットを加え混ぜながら4分間弱火で煮ます。豚肉を追加し混ぜ続けます。その後、大さじ1杯の砂糖と小さじ1杯のシナモンを加えます。ワイン1杯を加えます。どのような種類のワインでも結構です。3分間混ぜ続けます。醤油を加えます。ボウル1杯の水を加えます。水が沸騰したら卵を入れ約10分間弱火にかけます。その後鍋にすべてを入れ約30分間弱火で煮ます。お皿に盛ります。温かいご飯や野菜とともに召し上がれ。